鳥肌立ってます。いや、あるあるある、これ立つんでしょきっと。本館のファーストフロアに戻ってきました。たまんねえな。ゲームボーイとかスーパーファミコンとかセガもある。15時7分、見学再開です。ここはミニシアターかな。これも雰囲気からして僕は分からないんですけど、多分有名な科学者が実験した装置なんだと思います。手書きのメモもあります。これは知ってます、見たことあります。あの、真空にするとすごい強いよと、馬が引っ張っても剥がれないよっていう実験だと思います。もしかしてあの有名な実験の本物でしょうか。マップ見たらホールオブフェイムって書いてあるんで戻ってきました。伝道的な場所ですねここで。おそらく科学者で、おお、ニコラス・コペルニクスって書いてあるし、あ、やばいです。さっき通り過ぎちゃったけど戻ってきてよかった。ケプラーとか、あれアインシュタイン、アルバート・アインシュタインですよ。顔見覚えあるしね。こっちもボッシュとか、おー、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、そうそうたる顔ぶれです。鳥肌立ってます。このカールス・ベンツって多分ベンツ、車のベンツ創業者とかですよね。であそこのディーゼルってのはもしかしてディーゼルエンジン作った人とかそういうことですかね。であっちのあのシーメンスとかボッシュとかもメーカーの創業者じゃないかなと思います。再びさっきの展示場戻ってきました。これはちっちゃな模型コーナーかな。そこもよく見えないけどエンジンとかかっこいい展示がいっぱいあります。巨大な天体望遠鏡でしょうか。でそこら辺のもおそらく天体観測に使うものではないかと思います。わー、なんかこれもすげーグッとくる科学の実験。これ光のなんだ、光のあれですよね、あれ波と粒子ととか、なんかそれに宗教的なものも絡めるなんて。わあ、これは何ですか。これはわからない、この人も知らない。この区画はエネルギーに関してのもので、いろいろな発電とか原子力とかそういうことも学べるのかな。コール、ディーゼル、ヌーデロンが何なんだろう。重い。で、よくわかんないけどこの軽さの違いが二酸化炭素どのこのっていう話なんでしょうねきっと。すげえよくわかった。全然文字読んでないけど体感として何かがわかりました。奥も何やら何ですかこれは。ここは何でしょうか。もしかしてあれですよね、原子力発電でしょう、うん、いろいろなんか聞き覚えのある単語書いてありますし、うん、やっぱ日本人にとってはこれ特に興味深いですよね。やっぱりさっきストーリーしちゃったけどニュークリアって書いてあります。原子力発電所ってこんな風になってるんですね。これは何なんでしょう。大きなガラスが曲がってて、でその答えがここにある的な内容ですかね。ソーラーターミナルシステム、発電に使うやつのミニチュアってことかな。でこの人は何だろう。最初にねやっぱり目を引くんですよ、これは何だろうって。でその解説が近くにあるから自然と勉強する気になっちゃうんですよね。こういうのも、まあ、僕英語とか苦手なんで読めないんですけど、これは何が起きるんだろう。あ、カウントダウンが210。はい、本当に便利な世の中になりました。スマホで撮って翻訳できます。今読んだんですけど、この位置エネルギーが運動エネルギーに変わって衝突してっていう話だけで、うん、特にあの僕が考えたほど深い意味はなかったみたいです。でその隣はテコの原理ですね。でこっちはあの
水に浸かると浮力で軽くなるよって話で、これは空気をかけるとその場にとどまるというやつです。わ、いっぱいある。もう一個一個解説してられないぐらい並んでる。何なんだろう、僕が好きなものばっかり選んでおいてくれてるような、そんな感じがします。やーべー、解説したい衝動。あれはぐるぐる回してロープを引っ張って、で大きな力を作るんですけど、さらにここが滑車になっているんで、紐が4本見えるので、その実際の引っ張った紐の量よりも上がる量が少なくて力を増幅させています。でこれは単なるハサミというかジョイントに見えるんですけど、上に引っ張ることで下の部分がちゃんとつまむようになっていて、落ちないように位置をそのずっと保持することができます。いずれもメカニズムの辞典という本で何回も見たものでございます。ピサの斜塔が転ばない原理も説明しています。これは関係あるのかな、ないかな。いや、あるあるある。これ立つんでしょきっと、うん、で重心のその針が中にいるうちは OK で、 OK でうまくできないな。で外に行ったらパターンと、あ、でこれは背が低いからもっと耐えるよっていう話ですね。もうほんとすっごい分かりやすい。これ転んだ写真があって、スポーツカーの写真があって、ね、これよりこれの方が重心低いから安定してるよと、もう文字読まなくても伝わってくる。今日はね、早く見学を終えたら宮殿の方見に行こうと思ってたんですけど、もうここでいい、閉館時間まで痛い気持ちです。これは何ですか。重たい重たい。で軽かったりするんですか。軽いよ、本当だよ。絵で気づくべきでした。滑り摩擦と転がり摩擦、だからこれ多分ね同じ重さで、他の構造は違わないんですけど、ここが滑り抵抗、滑り軸受けだから、その摩擦で重くて、でボールベアリングが入ってるとすんごい軽い音。はなんか動画撮りながら一人で解説して興奮してるおじさんになってます。怪しいだろうな。これあれです、あれ、永久期間になりそうでならないやつ。多分ここら辺もそういうやつで、これ滑車、これ3つの滑車で、あ、軽い軽い、すごい軽い。でこっちも多分この滑車の構造で、おー、軽い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 、あんまり軽くないと。ほう、16時を過ぎました。このペースだと見学終わんないから、泣く泣くある程度は端折らないと。でこちらスペシャルエキシビションでコスモスコーヒーってあるんですけど、一体どんなことが起きるのか。これ連絡通路ですね。特別展、工事中は多分関係ない。コーヒーカフェがあるけど、はて何なんだ。あとは今のところ何のことだか全然わかりません。一周してやっぱりよくわかんないんですけど、本館のファーストフロアに戻ってきました。これは熱気球かな。で下がさっき見学した船のところですね。このフロアが飛行機です。あれはなんだ、鳥人間コンテストみたい。へえ、どんな風になるのかわからないけど、おそらく昔の工夫して作った飛行機たちだと思います。いろいろな飛行機が展示してあって、これなんかはもうエンジンがついてますね。こちらライト兄弟って書いてあります、うん、この形は教科書とか百科事典とかで見た記憶があります。あ、で上がこれそうですよね、本物なのかレプリカかはわからないけど展示してあります。おお、超かっこいい、巨大飛行船と紳士たち。これあれです、トンボくんが大変なことになって魔力が復活するあれです。こちらの博物館ではこんな風に断面が見られるのが特徴らしいんですが、これがね思ったよりもだいぶいい、非常に興味深いです。あそこ羽の付け根のちょっと後ろぐらいに弾薬ありますね。こういう構造だったとは。こんなところに日本なタコ揚げな展示、へえ、これちょっと嬉しい。もうなんか
語彙が尽きてきた。素晴らしいものばかり次から次へと。ああ、これ何？これは宇宙的なものですか？違いますね。これももうなんだかわかんない。すごくいいんだけど。入館から3時間40分が経過してマイナス1、0、1を見終わりました。2、3、4、5、6が残ってます。あと38分閉館まで見られるかな。急ぎましょう。うわ、なんだ、あ、なんか実演してくれてる。うわ、面白そうだけどちょっとスルーします。売店でもあるのかな、ここは。で、この先はなんだよ、フライトシミュレーターとか超面白そうじゃない。はなんだ、黒猫大和の羽田クロノスゲート営業所ですかね。まあ、ではないと思うんですけど、四角いものをたくさん作ったり運んだりしてるやつです。ふと気づいたんですけど、あの牛人間みたいなのは全然関係ないでしょ。ちょっとギャグで起きましたよね。こちら開いてないけど、自立型ロボットライントレーサーとかありますね。どういう話の流れかはわからないんですけど、ガラスとかレンガとかそういうののテーマのフロアみたいです。あ、もうやめて、マップ見て嫌な予感してたんだ。奥、テクニカルトイのコーナーです。これ今までで一番好き、こういうの。やばい、閉館まであと30分なのに。こういう超かっこいいもの、メカニカルトイですからね、おもちゃですからね、一般に売ってたか売ってるか、そういうことなんでしょう。これ最初のね、チケット売り場のところにあった売店にもしかしてあるのかな。やばいな、大人買いしちゃいそうな怖さがあります。すごいレトロな猫。普通にこれは歴史的展示物として価値が高いと思います。これもかっこよすぎる。この積み木みたいなの組み立てるとそういう家になったり、こういう教会になったりするんですよね。素敵すぎる。係員さん要所要所に立ち、閉館カウントダウンです。もう心を2にして早足で一通り見ましょう。はい、ここは楽器とかの部屋です。素敵な時計があって、オルゴール、オルガン、オルゴール。おお、もうこれもたまんねえな。はあ、はあで通り過ぎちゃうのがほんともったいない。へえ、はい、音楽の部屋見学終了。それではサードフロア行きます。こちらは天体観測とか時計とかそういうやつかな。これはなんだ、おお、面白い。つまんないって言おうと思ったけど面白い。ノギスとかマイクロメーターとか、うわ、超気になる。超気になるけど、あ、これは測りですね。これ何？わかんないけど深く考えないで行っちゃう。これは馬の背を測るやつですね。ほう、アストロなんとか、うわ、宇宙とか絶対面白いに決まってるでしょこれ。ほう、これは昔の天文台かな。めっちゃ長い棒、望遠鏡ですねきっと。これがそういう建物かな。望遠鏡とかかっこいいですね。中を覗かなくてももうこの構造だけで見とれてしまいます。これはこれも望遠鏡かな。今度のフロアは測量とかの装置ですかね。本当ね、置くものが渋いんですよね。子供は多分分かんないでしょうけど、逆に大人がすごく引きつけられるようなそういうものが多いです。コンピューターサイエンス、あー、なんかこういうの、いろんなメカニズムで直線を描いたりするやつですね。もう立ち止まってらんないからノーカット。あー、そろばんに、計算機に。あ、なるほど。こうやってどんどんこう本物というか最近のコンピューターに近づいていくっていう展示だと思います。あ、これこうぐるぐるぐるって回してやるんですよね。
で、だんだん大きくなっていって、これもコンピュータールームってことだと思います。これスーパーコンピューターでしょうか。で、奥の方に行って、細かいことはよくわからないんですけど、近代的になってきて、これもスーパーコンピューターなのかな。その奥はなんだああ面白い、面白い迷路とか輪っかとか、ああなんか知恵の輪とかいろいろあるし、はい、パソコンとか家電とかのコーナーなんですけど、はい、任天堂あります、ゲームボーイとかスーパーファミコンとかセガもある。こういうの見ると日本人として誇らしく、とても誇らしく思います。この螺旋階段から上がって4号6階があります。あんまり広くなさそうだし、なんとか全部回れるかな。いろいろ4階と5階は望遠鏡とかあったんですけど、あまり見ないで6階来ちゃいました。で、プラネタリウムはもう営業終了してたので、このベランダから綺麗なミュンヘンの景色を見て見学一応一通り終了です。ギリギリ間に合った、閉館まであと10分。序盤ですごく興奮した時、これ閉館時間までいようかななんて言ってましたけど、すげえ考えが甘かった。閉館まで行っても足りないとは。というわけで16時53分出てきました。ドイツ博物館めちゃめちゃ良かったです。さあ、あとは売店どれぐらい大丈夫かという話です。本からグッズからいろいろあります。もう力使い果たしたんで、ここはおとなしく行きましょう。値段は500ユーロとかするんですけど、とっても魅力的なものが置いてあります。多分あの芯に火つけると動くと、科学的なインテリアですね。ミュージアムショップも終了ですあー、なんか力を使い切ったような、マラソンを終えたような、そんな疲労、心地よい疲労があります。このベンチでちょっと休憩していきましょう。休憩したので帰ります。楽しかった、楽しかったですよねって、なんか感想を言うんじゃなくて同意を求めたくなるような、そんな気分でございます